どうもワクワクです、今日は、この前ですね上がらなかった、ベンチプレス 152.5kg、これにチャレンジしていきたいと思います。で、それと、まあ、普段使ってるギアの中の一つの、手首に巻くですねリストラップ、これの説明をちょっと合間で、少し入れたいなと思います。よければ最後まで、ご視聴ください。やっていきます。で、リストラップなんですけど、リストラップはこれですね、手首に、巻く、ギアになるんですけど、まあ、何のために巻くかっていうと、まあ、基本的には重量がどんどん重くなっていった時に、まあ、手首ですね、まあ、壊しやすかったりとか怪我しちゃうっていうのもそうですし、まあ、あとは手首が固定されることによってですね、あの手首がぶれないので、まあ、その分しっかりと、ベンチプレスを上げられるよというものになります。で、私が使っているのは、見えますかね、鬼っていう、武器屋さんが出している、ギアになります。で、まあ、公式で大会ので使えるものなんですけど、一応35センチと60センチっていう種類がありまして、で長さなんで違うのっていうと、まあ、長い60センチのものの方が例えばなんですけど、まあ、太く巻ければその分手首ってガチって固定されるんですよ。なので、まあ、長ければ長いほど、まあ、重量が重いものを扱う人ほど、まあ、そこの巻きのですね、長さっていうのは長い方がおすすめかなと。で、私も最近ちょっと35センチのものから60センチのものに今後変えたいなとは思ってます。で、どうやって巻くかというと、ここにちょっと丸い輪っかついてるんですけど、これを親指にかけてあげて、で、こういう感じで巻いていきます。で、私も最初の頃あったんですけど、これ親指にかけてこのままずっとやってたんですけど、これはなんか外すみたいです、こうやって。で、それ結構最初の方改めて思い返したら恥ずかしかったなみたいな、知らなかったんですけど、あの誰かの YouTube 見てて、あ、外すんだってことを、初めの頃知ったんですけど、これでリストラップ OK です。で、115、2発ぐらいだけやります。すいません、さっきのリストラップなんですけど、だいたい自分の今使ってるこの35センチなんですけど、4700円ぐらい、すいません、ちょっと税抜きか税込みかあれなんですけど、で、60センチが多分7000円しないぐらい、6000円後半とかかな、だったと思います。で、ちょっと130一発やります。マックスやっていきます。